今回はね、臨機で。おお。おお。よし。120cm の大型水槽。高さ50、奥行き60、水量は180cm クラスです。この水槽に使う照明 LED、これを紹介設置したいと思います。場合によってはこれもまたね、よし、挑戦しようかなと思ってます。どうなるか分かりません。一応ね、2つ買ってます。かなり高性能な LED なんですけど、消費電力マックス 148W、 1つで足りるのか、2つ必要なのか、そのあたり臨機でやってみたいと思います。吊り下げのパーツ、あとね、これアームっていうんですか、スタンド、今回の水槽には使いませんけど、どうせなら紹介します。ボルクスジャパンのグラッシーコア、マリンアクアリウム用とネイチャーアクアリウム用、波長が違う2モデルあります。今回はね、水草レイアウト水槽なんで、ネイチャーアクアリウム用買いました。なんかね、スマホでもできるらしいんですけど、まずは開封。カップ、はい、保証書、これはクイックスタートガイド、説明書かな。気になる本体、やっぱりね、高いやつは違う。デザインはかなりシンプル。おそらく暑さ対策ファンあります。あとここにもね、あえて主張してないシンプル設計、シンプルデザイン、はい。ちなみに自分の一番好きな LED、 これマックス、そして付属品、かなり大きいアダプター、カチャッとシンプル、本体、アダプター、電源ケーブル、それとアクセサリー用品別売り買ってますから、順に紹介します。吊り下げワイヤーキットから、ここネジになってます。開封の時あえて触れなかったけど、ここにね、穴があったのを確認していました。この穴に、やっぱりね、専用のやつ、いいね、いい、シンプルでいい。左右に、簡単。ワイヤーの長さ、長くない？これ長すぎ、両太郎になってる、長すぎでしょこれ。ちょっともう見切れてますよ、見切れてます。で、この輪っかにこんな感じ、ワイヤーを吊り下げスタンド等に巻きつけ、巻きつけ、ちょっと調べるか。巻きつける、巻きつける、これ式、
この長すぎるワイヤーを調整したい。説明書に書いてないんですよ。けどね、ここ大事なとこですよ。このパーツ、これでね、ここ緩めて、長さ調整できると。だいぶ短くなった。こんな感じで。ちなみに調べたら検索上位にはなかった。このためでしたね。はい、よし。多少斜めってるけど、お前の実力見せてくれ。スイッチオン。お、立体感。大体見た目の明るさこれぐらいです。若干ムラができてる。もう少しライト上げてもいいかもしれない。うん、これぐらいかな。今のところ一つで十分です。こっちの水槽よりもだいぶ明るいです。ちなみにこれスイッチないの？アプリ入れなきゃダメ？続きまして、これスタンド。パーツはこれらです。ここゴムみたいな素材です。ガラス面対策。ここつ、これをここに。なるほど。少し工夫した方がいいかもしれないですね。お、かなりしっかり。さすがの設計だ。素晴らしい。いきます。スイッチオン。よし、やっぱりね、2つあった方がいい。やっぱりね、高い製品っていうのは素晴らしい。明るさもそうなんですけど、質感だったり総合力、スタンドもしっかりしてる、吊り下げ長さも調節可能だしね、どちらもね、正直言ってどちらもおすすめ。
あ、こっちかな。あえて言うならこっち。これも素晴らしい。はい、これも吊り下げます。いきます。よし、すごい、これはすごい、すごい、300ワット、すごい、全然違います。明るい。うん、だいたい見た目はねこれぐらいです。 LED 一つの時に比べて明るさのムラなくなりました。ただちょっと明るすぎるんでここまで光いらないかもしれない。照明の設定はスマホからアプリダウンロードしてやります。なんかねいろんな細かいことを設定できるらしいんですけど、それは操作を覚えてからまた紹介したいと思います。この照明、大型水槽だけじゃなく60センチワイド水槽でもおすすめです。以上、グラッシーコアの紹介設置でした。ありがとうございました。